はい、さつきです。今日はですね、2021年2月の26日でございます。1年前の今日ですね。なので、2020年2月の26日。ちなみにですね、去年の2月の26日はですね、水曜日だったんですが、1年前の今日ですね、近くの産婦人科の先生からですね、正式にあなたは子宮体がんですと紹介状書きますので総合病院に行ってください と子宮体がんがですね確定したというか告知された日でございます。私はですね、今まで入院したことがなかったんですね。なのでよくですね、病院のこう評判みたいなのありますよね。あそこの病院がいいよとか、あそこの病院はあんまり良くないよとかっていうね、そういう評判はね、ちょこちょこ聞いてたりとかはしてたんですけれども、実際にこう治療となったらですね、そういう評判はまあとりあえず置いといてですね、どこの病院でもやってくれるもんだと思っていたんですね。でもですね、産婦人科のその先生がですね、紹介状を書くので、どこにするみたいな話になった時にですね、先生が、とりあえずですね、提案してくれたのが2つの病院しかなかったんですね。で、実際にですね、家の近くに2つ総合病院があるんですけれども、そこはもう除外されてました。それでですね、私が選んだのはその2つの中の、1つの、病院、同じ県内のですね、隣の市になります。なので、車で1時間ぐらいはかかるところなんですが、もう一つのですね、おすすめの病院がですね、隣の埼玉県の病院だったんですね。で、私はね、その当時、埼玉の方には全く行かなかったので、場所もわからなければ、その病院の名前もわからないような状態で、そこのね、病院のところでこう場所とかを調べるわけにもいかず、先生にどこなんですかなんてね、なんか聞くようなこう雰囲気でもなかったので、一応同じ県内のその隣の市のね、病院に行くことにしたんですけれども、実際ですね、その手前、そこの病院のですね、手前にがんセンターがあるんですね。なので、本来だったら、まあ、子宮体がんなのでね、そこのがんセンターに行く方が、ちょっとですけどね、ちょっと手前に家に近くなるので、がんセンターはダメなのかなとかも思ったんですけれども、あまり、その、産婦人科の先生は、がんセンターはあまりおすすめしないと言っておりました。で、後から知ったんですけれども、そこのがんセンターのですね、婦人科はですね、私の通っている病院のドクターが、出張でそのがんセンターに行ってですね、手術とか、あとは診察ですね、は、私の行っている病院の産婦人科の先生が、がんセンターに出張で行っているというお話を聞いてですね、まあ、とりあえず私の選択は良かったのかなというふうに思いました。手術が終わって次抗がん剤治療のお話をですね先生とした時にですね、私の抗がん剤は点滴だったんですね。で、とりあえず6回抗がん剤とりあえず6回やりましょうということで、それプラスですね、抗がん剤治療と抗がん剤治療の間に1回通院をしてくださいということで、最低でもですね、12回行ったり来たりする感じになるんですね。なので、どうせ点滴の抗がん剤治療だったら、どこでもで、総合病院だったらね、どこでもできるのかなと思ってですね、先生に、家の近くの総合病院でですね、抗がん剤治療できないんですかっていうふうに聞いたんですけれども、結構即答でですね、そこの病院で
抗がん剤治療してるのは聞いたことはないなみたいなことを言われてですね、じゃあもし抗がん剤やるんだったら、まあ、そこの、 手術をしたところのね、病院でやるしかないなというような感じになりました。ということで、病院初心者の私はですね、最初の希望の一番近いですね、家から近い病院には一回も行くことなくですね、最初に紹介してもらったその1時間ちょっとかかる病院に今も通っております。ということで、去年の今日ですね、私は子宮体がんの確定のですね、診断を同先生から告知されたという日でございます。で、次の日にはね、もう総合病院に行ってですね、手術の日程とかいろいろな検査をしてですね、術後の病理検査の結果、子宮体がんのですね、ステージ4B という診断になったんですけれども、今はですね、手術をして抗がん剤をしてですね、経過観察になっております。で、仕事も復帰しました。やはりね、手術前の状態に体は戻っているかというと、必ずしも戻ってはおりません。多分戻らないと思います。でもですね、生活には全然支障ないですし、仕事もちゃんとできております。なので今治療中の方ね、副作用とか大変なことがいっぱいあると思います。でも大丈夫です。私でも大丈夫でした。はい、乗り越えました。なので大丈夫です。で、これから治療する方ですね、治療する方もやっぱり不安がいっぱいあると思います。でもですね、大丈夫です。最初のね、1回だけ本当に怖いですけれども、一歩踏み出していただければ、そこからですね、ちょっと波に乗っていきます。なので、最初の一歩だけ本当に頑張って踏み出してください。で、大丈夫です。私でもできましたので大丈夫です。で、今のですね、医学の進歩というのは素晴らしいと思います。抗がん剤とかもですね、やはり不安なこととか多いと思いますけれども、大丈夫です。私もこんな抗がん剤やって大丈夫なので大丈夫です。なので、私もですね、まだまだこれから先、まだ検査とかずっと通院をね、続けていかないとならないので、一緒に頑張っていきましょう。ということで、最後はですね、風太さんをちょっと寝てたんですけど起こして、よっこいしょ、はーい、あー、やめてー。ということでまた次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。大丈夫ですよー。